こんにちは。今回ね、私にちょっとしたご縁のあった俳優さん千葉真一さんがお亡くなりになりました。私千葉真一さんとね、ちょっと前にお会いして、でその時にね、一緒に写真を撮ったり握手したりで、サインももらったんですよ。実はね、私の放送してるこの部屋の一角に2枚だけサインがあるんですね。千葉真一さんのサインです。ちょっと撮りましょう。はい、もののふの道という形で書いております。はい、平成31年にいただいております。あ、でもあれから3年経つのかなと思いますね。2年半ぐらいですかね。ちょっと戻しておきますね。もののふの道とありますが、まさに、まあ、任侠の人だったんではないかなと思います。空手というね、刀をその手に心に持ち、その精神はまさに日本男児、昭和男児だったのかなと思います。だんだんこういった思いもかすれてきて、今令和の時代に個人主義、自己責任という言葉が跋扈してます。私この自己責任という言葉結構ね、好きではないんですよ。ね、自分の運命は自分で切り開く、これは一見ポジティブに思いますけども、成功を手にした人っていうのは努力の結果自分は成功を手にしたんだと思いがちなんですよね。だからお前たちも努力次第で成功できるよっていうふうな叱咤激励はいいんですけども、じゃあ逆に自分が成功できなかった人や目標目的を達成されなかった方は努力できなかった人なのかな、自己責任なのかなっていうふうに烙印をされてるような気がするんですよね。まあ、私が思うに、努力で達成できるものと努力ではどうにもならないものっていうのがあると思います。で、私たちが何か目標を達成しようかなと思う時に、たまたま努力でなんとかなるものが自分の目標達成の延長線上にある場合はいいでしょうけども、でも多くの場合は努力ではどうにもならないものに興味関心目的成功を持ってしまうんですよ。どうですかね。例えばね、自分の好きな人とお付き合いしたいなと思ったり、自分の進学してみたい、まあ大学なり学校があるとしますよね。努力すればそれ夢叶うんですかね。私はそうとばかりは言えないと思うんですよ。なぜなら世の中には定員があるからです。この定員があるものっていうのは実は努力では到達できません。例えば自分の好きな女の子がいるとします。お付き合いしたいなと思っても、その女の子は一人なんですよ。同じような思いの人が二人以上いれば努力ではどうにもならないですよね。自己責任なんですかね。どうなんだろうなと思っちゃいます。そしてもう一つの例を出しましたね。例えばですけども、あの学校に行きたいなと、あの会社に勤めたいなと思っても定員があるんですよ。希望者全員が努力をしても必ず上から順番に、もしくは何かのね、序列をつけて、区別や差別をつけてですね、採用される人と不合格の人って出るんですよ。不合格になった人って努力ができなかった人なんですかね。自己責任を軽んじた人なんですかね。なかなかそうはいれないんじゃないかなと思います。私は自分でやってきたから思うんですけども、今私がこういう暮らしをしているのはひとえに皆さんのおかげであり、運も良かったのではないかなと思ってます。自分の実力で努力でやった面がないとは言いませんけども、でも多くの人から見越しに上げてもらったりとかね、それからいろんなチャンスに恵まれたことっていうのは、それに比べると私の努力なんてのはほんのちょびっとですよ。やっぱり大部分は皆さんのおかげであり、大部分は運が良かったと言えるんではないかなと思いますね。まあ、ですんで、とてもじゃないけども自力でやったとはなかなか思えないところが私にはありますね。まあ、ですんでね、旗を楽にすること、働くとはよく言ったもんで、まあ、私は一般人ですけども、あえて言いますけども、仇の皆さんに迷惑をかけないようにね、世の中の皆さんに迷惑をかけないように、私たちはその
隅っこでちょっと仲間に入れてもらえませんかぐらいの気持ちがちょうどいいのかなと思うんですよ。少なくとも何か目標を達成した時に、何か夢をね手にした時に、自己責任を全うしたぞとかね、努力でここまでやってきたんだっていうふうに私はね思わないようにしてるんですよ。でたびたびこういうこともね動画で言いますけども、特にオリンピックの時とかね、努力が実を結ぶみたいなね、そんなキャッチコピーが出てくるんですけども、大反対なんですよ。確かに努力は必要でしょう。でも努力が実を結んだんでしょうか。そういう面もあるけども、やっぱり皆さんのおかげ、励ましのおかげ、コーチや弁当を作ってくれた家族、そして自分のやってることを応援してくださった皆さんのため、皆さんのおかげか、皆さんのおかげ、こういったところが多いんじゃないかなと思います。で現在私ね、クラウドファンディングをやってるんですけども、これ私が思うのは、そのクラウドファンディングに、ね、参加してくださった方も同じ思いなんですけども、例えば私一人が満額ドーンとやるのは簡単なんですよ。でもそうではなくって、一人でも多くの方に、少額でもいいからたくさんの人が参加する、そして皆さんのおかげでこれをうまくいかせることに意義があるのかなと思ってるんですよね。もちろん第一はこの事業の成功なんで、はいどうぞって感じでね、私が一気に一発で出してしまう、そういう道もあるんですけども、そうではなくってこの人の事業に信頼を寄せて、少しでもいいから協力したいって方がどのくらいいるかなと、そういった思いの上に事業って成り立つもんだと思うんですよ。そういった思いがあるから事業者って頑張れると思いますし、出資してくださった方のためにお客様一人一人に大切な思いをね届けれると思うんですよ。ということでございました。千葉真一さんを今ね胸に抱きながら、こういうふうに考えていますということでございます。では、いってらっしゃい。